元気ですか、皆さんもう元気があれば何でもできるけど、もう元気がないんですよね。元気がないというか現金がないんですよね。金がないだから皆さんに言ったような、元気があれば何でも買えるということで、元気があればペルシャ絨毯も買えるですね。もう本当にですね、今こう3月になってからですね、非常にいろんな私の仕事はですね、もうなんかダメになってる仕事いっぱいあるんですけど、例えば私は講演とか、もうあの講演活動が多いんですけど、セミナーとかも全部キャンセルなんですね。まあ、小さな集会もね、例えばロータリークラブとかライオンズクラブとか、いろんな、あとまあいろんな、まあ婦人の会とか、もう平和団体とか、まあ、いろんな方とね、僕はもうクライアントでございましたので、もう全部みんな集会がやめてですね、もう全部の講演活動はキャンセルになって、今ずっとあのムガルガレリーにですね、このペルシャ絨毯のガレリーにいますので、まあ、ほとんどここは私はいないんですけど、スタッフはいますけど、まあそれで皆さんに今ね、もうメッセージ発信したいのは、ね、先ほどですね、まだ僕生でですね、あのFacebook とか Twitter とかいろんなですね、まあ、ウルドゥー語とか英語でね、あの発信してたんですけど、だ日本の皆様はですね、このムガちゃん何を喋ってるんですかって、俺たちにも分かるように何かしてくださいって言って、まあ映像を見ればですね、多分一番ですね、あのコロナ、ね、ウイルスでも大変になってることは、一番何かですね、あのやっぱ集会がダメになってるけど、あの福岡のマスジッド、まあ、モスクですね、これ本当にあのこれだけは大丈夫ということですね。毎週金曜日礼拝でですね、昨日金曜日礼拝で私は参加してきてですね、まあ、非常に皆さんと交流をしてですね、まあ、そこの人たちのインタビューですね、なぜこんな集会やってるんですかってですね、まあ、どこでもみんな集会やってないけど、やっぱイスラムの信仰ですよね。イスラム信仰でもし全国、あの全国のモスクはですね、あの閉まってるわけじゃないんですけど、例えば東京の東京ジャミとか、いや茨城とか、あと愛知県とか、いろんな大きい区がね、たくさん集まる人たちが、まあ、モスクも一応金曜日礼拝は集会もやめようということで、でも福岡モスクはちょっと違うなと思って、それ昨日感じたことは何かって皆さんに日本語でもね話したいなと思って、一つですね、このイマムですね、まあお坊さんみたいなですね、我々のその説法があるんですね。そのイマムがおっしゃったんですね、やっぱり人間がやっぱり病気になれば、本当もっと神様に近づかなければいけない、神様近づいてもっとお祈りしなければいけない、でも残念ながら皆さんね、もう病気を怖がって、もう神様の家に行かなくなって、これはもうおかしいじゃないかっていうこと、本当みんな集まって一生懸命お祈りしてやれば、この病気は治るんだって。だからあれは基本的にイスラムは平和の宗教であるから、全て平和を祈りましょう。このコロナウイルスとか全部、これはやっぱりもうこれは試練であるということだったんですね。だからこれに怖がらないで、本当はもっともっと神様に祈って、まあ、自分のねスピリチュアル的な瞑想してやれば、もっとこの世の中良くなっていくということですね。そして結構その金曜日礼拝終わってから、またその原因も聞いたんですね。なぜかって、まあ、一応あの市役所の許可取ってやってるで、市役所が何やってるかって、まあ、とりあえず窓を開けてドア開けて全部ですね、だからできるだけもう早くお祈りして帰るようにしてくださいですね。だからやっぱまあ住民とのトラブルが一番ですね、近所、隣近所とのあんまりみんな怖がらないようにですね、とやってくださいって、そのルールを守ってやってます。で、非常もしね非常状態を宣言があれば、もちろんそれをもうやめますということで言ってますね。もう一つやっぱりこの、 あの来月ですね、ラマザンで、まあ、1ヶ月の断食がありますから、それもですね、もうどうやって今計画するか、毎日ですね、もう集団で食事会するんですね。それもできるかどうかなって言って、まあ、そういうテーマでのですね、金曜日礼拝に対してのこういう、あの私はですね、皆さんにこうあのパキスタンとかインドとか、まあ、全世界のイスラム教の人たちがですね、やっぱこの知りたいですね、福岡のモスクはなぜこの集まってやってるか、コロナ怖くないのかってですね、まあコロナでね怖くなっても、モスク来るなということじゃないから、モスクは神様の家であるから、いつも開けてるから来てくださいって。本当はこうやってね、教会もそのお寺も神社もですね、本当神様の家だから、そこに行って本当は病気治るはずなんだけど、まあ、病気のために戦っていくために精神的な力を高めなきゃいけないから、残念ながら人間がそういうね、今この精神的なスピリチュアルパワーを失ってるから、もう神仏を信じるものかってですね、まあ、よく私時々ですね、あのテレビで聞いたことしても、神様構うな、仏様仏っていうことありますから、違う、やっぱり神様構うな、神様を助けてくれる、我々はやっぱり被造物、自分が作られたものであるから、誰かが私たちを作ってる、だから我々のこのシステムが作ってる、故障した時はね、車が故障したらどうしますかね、車屋のねメーカーに行くんです、直してもらうんです。人間も我々の機械ですから、何かどう交渉したら、やっぱり自分のメーカーに尋ねないといけないから、これは多分信心深い信仰深い人たちが、そうやって自分が
強くこう病気で戦っていけるとか、それが病気に怖がらないでですね、なっていけると思いますのでですね、まあ、本当に私もして暇であるからじゃないけど、まあ、もちろん暇であるからこうやって動画を作ってですね、ギャラリーいますから皆さんぜひですね、もうお客さん減ってますから、ペルシャ絨毯買いに来てください。ペルシャほど遠くないから、福岡のペルシャ絨毯や、もう値段も安くしますから、あともう本当にね、まあ、話に来てください。またパキスタン料理とか美味しいチャイとか出しますのでですね、もうそのためにですね、もうペルシャ絨毯は高いけど、まあ、もちろんこれまで精神的なエネルギーを与えるものであるんですね。どういうものかって、もともとぐらいにペルシャ絨毯はないから困ってるわけじゃないんですね。必要品じゃないんですよ。じゃあもちろん贅沢品って、まあ、確かに贅沢品。これやっぱりですね、イスラム世界で言ったこれはね、お祈りの道具なんですね。なぜかってですね、イスラムのお祈り、必ず一日5回お祈りして、下に引いて上にお祈りしますね。で、結局イスラム教では、本当は教会はいらないんですね。もう家の中でもどこでもこの2畳ぐらい、1畳ぐらいぐらいのですね、絨毯引けばそこ聖地になると考えて、で場所を清めてそこにメッカに向かってお祈りする。で残念ながらメッカもですね、メッカ巡礼も今コロナウイルスでダメになっちゃってるですね、これはもうどうかなと思ってですね、巡礼もできなくなってるし、そしたらじゃあみんな絨毯買って家で多分絨毯売れるじゃないかと思って、皆さん家でお祈りしましょうって、そういう命令出てるんですよね、サウジアラビアとか他の国でですね。だからこういう精神的なものであるから、絨毯引いてそこで瞑想して、もう日本で言ったら仏壇の前に置いてちょっと先祖様にお祈りすれば心落ち着いてですね、精神的なエネルギーがパワーアップするんじゃないかと思いますのでですね、まあ、そういうものでございますので、ぜひですね、一回ペルシャ絨毯のこの精神的なものもですね、皆さんに教えたいと思いますから、このただの敷物じゃないんですよ、美術品じゃないんですよ、本当に教育気持ちで作ってる、ね、純粋な人たちが作ってるこの最古の技術品でありますから、美術品は本当に自分の心を豊かにし、自分の、ね、生活も豊かにしますので、ぜひですね、短いビデオメッセージでやりますから、もがちゃんは今もう3月いっぱいもうずっと福岡にいますから遊びに来てください、ペルシャほど遠くない、ペルシャ絨毯、空飛ぶ絨毯、魔法の絨毯、お待ちしてます。